はい、どうも、ニートです。はい、ということで、人生疲れたんで、今から筋トレして人生を変えていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに僕が言うと、今、ちょっとランニングしてきて、軽くこう、ジョギングしてきて、で、からの公園で、こうやって、懸垂してきました。はい。ある程度ね、体が温まってきてると思うんで、はい。ここから腕立てをしたいと思います。よろしくお願いします。はい。もう、俺は人生を変えるぜ。横の方が見やすいかな。よいしょ。はい。じゃあもう永久に腕立てしていきます。お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、43、44、45、46、47、48、49、50。つらっ。なんか画面ずれてる。50回できました、皆さん。チャンネル登録お願いします。1回ごとに1人、チャンネル登録お願いします。つまり今僕は50回やったんで、50人、チャンネル登録お願いします。よし。いてててて。今、懸垂してきた分も結構ダメージ来てる。もうなんかもう最近もうなんかさ、最近もう人生疲れたわ、皆さん。で、なんかもう、なんか、あれだね。なんかつまんねえな、人生。なんだけど、人生つまんねえんだけど、まあこういう腕立てとかやってると、もうなんか生きることが素晴らしいって思えるよね。だって今自分で俺体痛めてるようなもんじゃ自傷行為でしょ、完全に。だからなんか、うわ、嫌だって思うのに、やるっていうね。なんかよ、だから僕自身もすごいさ、自分なりに苦労してきた方なんだけど、思ったのが、やっぱりこう苦労してる人の方がもしかして人生楽しいのかもしれないんだよね。ね。まあそれを苦労論にして苦労しまくれとは言えませんけど、でもそれによって人が、よし、じゃあ挑戦しようっつって、人生変わった時って多分、苦労だったからなっていう、あれかもしれないですね。はい、どうでもいいっす。はい、ということで今50回やったんで、次は、まだまだやります。もう、なんか永久に風呂入るまでやります。よし、今50回な。よし。いきます。よし。51、52、53、54、55、56、57、58、19、60、61、62、63、64、65。やばい、結構ね、つらいっす。結構つらいっす、これ。きつれ。今、65回。最近なんか家で、とりあえず腕立てをしたりとかしてるんですよ。筋肉痛がなんかね、ずっと背中と、そう。今結構幅狭めでやってるんですけど、こうやって広げてやるとマジでね、体に効きます。いててて。今65回やりました。よし。伸ばせ。65回やったってことは、65人ね、チャンネル登録よろしくお願いします。くっ。久々だぜ。やっぱ人間ね、あれだ、エネルギーだね。エネルギーの使い方なんだろうな、結局。俺今日ずっとさ、貧乏ゆすりしててさ、で、別に貧乏ゆすりっていいことなんですよ。足をこう動かすんで、血流ね、良くしてくれてる。なんだけど、やっぱりね、あれだね。人間、筋トレしたりとか、なんか打ち込めること、見つけた方がいいね、人生。マジで。本当にもうずっと集中してました、みたいな。本当にそれぐらいの人生一番いいよ、マジで。みんなも、俺みたいな、ならないようにな。ふぅ、65回やったぜ。よし。そして今、うちの家族の人が多分お風呂上がったんでね、音ですぐわかんないで。結構腕さ、こう見るとめっちゃ良くない？めっちゃ鍛えてる。上半身だけ、下半身はいつもね、スクワットをここでやってるぐらいなんで、なんかめっちゃ鍛えてるってことじゃないんですけど。でも一応はい。なんだろう。一応足腰鍛えてます。はい。そうしないとあれなんですよ、自分がしんどくなっちゃうんですよね。よし、65回やったんでいくぜ。66、67、68、69、
69、70、71、72、73、74、75、76、78、79、80。やばい、もうね、限界でした。はい。ということで、結構サラリーマンの服装みたいな。はい。はい、ということで、人生疲れてる人たちでみんな筋トレしましょう。めっちゃ爽やかじゃん、俺。はい。まあ、そんな感じで。いや、いい感じ。一応今、懸垂も外でしてきたのと、軽くね、こう、走って、ウォーキングもして、ジョギングも、なんかジョギングってこう、ランした後にこう、歩くみたいな感じだったんですけど。そういう感じですよ、皆さん。全然筋痛。まあ、いや、皆さん、筋肉量とかじゃないですから、自分がどれだけ今日今カロリーを使ったか、そして筋肉痛になれたかが勝負なんです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。